はい、黄金体験チャンネル始まりました。いろいろねマラソン企画に挑戦して、まあ、5000m 20分切りをね1年で再び達成したんで、今は3年でフルマラソンサブ3を目指していろいろ練習してるんですけど、まあね今サブ3目指して結構何をやってるかっていうと、このね1年はちょっといろんなことを取り入れて、来年そんで2年ぶりにフルマラソンしてどれくらいで走れるかなっていう感じでして、そこから実際に具体的なメニューを取り入れようと思って今いろんなことやってます。ということで今日は藤沢市にあるフルフィットプラスさんというパーソナルジムにやってきました。こちらはね湘南ゴールドエナジーも販売していただいているんですけども、まあ、なんで、今日はフルフィットプラスさんに来たかというと、私ねいろいろ普段は、ね、ジムにもサポートしていただいてジム行ったりしてるんですけど、ここでしかできない特別な、ね、ものがあるっていうことで、やってきました。っていうのもこちらランニングマシンがあるんですけど、見てください、なんかビニールで囲まれてるんです。これ何かっていうと、この後ね代表のグリアシキさんに実際説明していただくんですけど、なんと DIY で酸素薄い、まあ、今ね低酸素でできるジムっていろいろ流行ってるんですけど、こちらなんと DIY で標高が高くね空気が薄い状況をね再現してしまってるんですよ。すごいですよね。私低酸素のトレーニングやったことないんで、まあ、ちょっと今日どんなものか体験したいと思います。それではねこの後実際に私が走る前に代表のフリアシクさんにちょっとこれのね説明していただこうと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、フルフィットプラスフリアシクと申します。一応パーソナルジムとして作っているんですけども、メインは加圧ベルトを使ったパーソナルトレーニングですね。それと、まあ、私が趣味がトライアスロンなので、まあ、こういうズイフトとか、ランニングマシンを備えた時に、まあ、コーチトレーニング、まあ、最近流行ってきているので、じゃあ自分で作れないかということで作っちゃいました。はい、こちらで、まあ、標高 2500m から、まあ、最大で 3000m ぐらいに設定した酸素濃度量の中でトレーニングをする形になります。平たく言うと、少ない酸素量で体の中の細胞ですねをより活性化して、より効率よく動けるようにするためのもの、もしくは、アンチエイジングとかになりますので、ぜひこちら使っていただきたいなと思って設置をしております。じゃあ早速こちらを代表に使っていただきましょう。実際に今でも冬屋敷さんは、あとこのコーチトレーニング実際自分でももちろん走られてるってさっき聞いたんですけど、標高 2500m 以上に設定して、どうです、普段より疲れます、やっぱり。そうですね、はい、真面目な話、10分ぐらいで制覇してきます。古屋敷さんの今の走力ってどれくらいですか？私はまだ、フルですと4時間21分が最高なので、まだまだこれからのランナーと。いやでもキロ6分ちょっとでフル走れる人がこれだと10分でハーハーいっちゃうします。どのペースで、キロ6分とかでもハーハーいっちゃいます？キロ6分で。そうですね。本当ですか？はい、今日私ちょっと一応30分ぐらいは試してみた方がいいのかなと思うんですけど、きつい可能性あります？じゃありますね。はい、もしかしたら足がつってくるかもしれない。マジですか？最初は多分そうですね、慣れてきたら、生体心拍摂取量、こちらしかもあとパーソナルジムっていうことで、いろんなお客さんが来て加圧トレーニングしてダイエットに励まれて、実際私の知り合いとかも成果があるって方も聞いたんですけど、お客さんもコーチトレーニングとか やる人はやります？そうですね、むしろ特典として、パーソナルトレーニングの特典として、1週間こちらで1日1時間無料で使えるので、すごい、皆さんには好評いただいております。古屋敷さん実際これやりだして今何日ぐらいですか？連続しては5日目、どうですか？まだ、ここから外走らないとこう違いが分かんないですよね。分からないですけど、結構足に来てるところは正直ありまして、続けていけばレベルアップは確実なのかなと思います。ちょっと私もねサブ3、3年で目指そうと思って今再びトレーニングしてるんで、ちょっと今日実感してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今このコーチトレーニングランニングマシン入る前は、私酸素濃度結構数値良くていつも99マックスなんですよ。今も99ですけど、中入るとやっぱり80代なります。なりますね。じゃあちょっと中で、測ってみます。今標高 2800m ぐらいに設定されてるんですよね。はい、楽しみです。じゃあ中の感じすごいですね。これって農業資材ですか？元々。一応農家なんで
なんとなくそうかなと思って。普通の、はい、栽培用のテント、はい、って言いますかね、はいはい、あ、ちゃんと低酸素ルームの酸素の割合と標高は書いてありますね、はい、今が14点ちょっとぐらいって言ってましたよね。14.8 ですね。8、まあ、標高2800ぐらい、はい、まあ思ったより今入った状態ではすごい息苦しい感じではないですね、個人的には。あ、ちょっと測ってみましょう。だいぶ、あ、95、やっぱかなり下がってますね。さっき99だったんで95で、これ走ると結構またきつさが、あ、94、はいはいはい、あ、こんないきなり数値に現れるんですね、はい、びっくりです。はい、面白いですね。じゃあちょっと走ってみます。今10分です。キロロップ6分より遅いぐらいで10分 1.5 キロ走りました。最初30分走れて行ったんですけど、今血中の酸素濃度68です。危険ラインですよね、68。はい、そうですね。10分、私普段、まあ、今夏でもやっぱキロ6分切るぐらいで7キロぐらいをジョグするときあるんですよ。だからキロ6分なんで、まあ、30分体験しようと言ったじゃないですか。最初10分でなんだ、やっぱ5分過ぎたてが体ふわふわってきて、あ、きついかもってなって、今足も超張ってるし、てか血中酸素濃度が68まで下がったことが驚きです。99だったんです、はい、でこれ10分でも毎日、まあ、古屋敷さんご自身の経営されるジムなんで、はい、かなり使っていると思うんですけど、はい、毎日10分でも相当走力上がりそうです。そうですね、本当に今なんか夏で暑いんで、この室内でできるのすごくいいですし、多分古屋敷さんも自分もそうなんですけど、経営者ってなんだかんだ時間ないじゃないですか。忙しいですね。そうなんですよ、はい、ただこの効率よく、私今効率よく練習しようっていうのがテーマなんですけど、うん、この低酸素で10分でも毎日継続するだけで多分相当走力上がるんじゃないかと思います。あとね、私超汗かきで、まあ、今走った後なんで汗かいてるんですけど、なんか思ったより涼しいです。なんかこのビニールハウスじゃないですか、はい、もっとやばいかなと思ったんですよ、はい、入った瞬間40度とかあるんじゃないかなと思ったんですよ、はい、全然なんかこの扇風機が相当効果発揮してますね、うんうん、はい、びっくりしました。で、標高 2800m ぐらいで10分、まあ皆さん標高 2800m のところに行って10分トレーニングってなかなかできないと思うんですよ。なんで藤沢周辺お住まいの方で効率よく、特にビジネスマンの方、トレーニングしたい方はこのフルフィットプラスに来れば、まあ、カーストレーニングなどのパーソナルもできますし、会員さんはこちら使えるんですよね。そうですね、はい、はい、ということなんで、はい、はい、45分で990円税込みです。え、思ったより安いです、はい、それ会員さんがその値段で、あ、誰でも、はい、予約して、そうですね、45分、はい、990円、はい、え、めちゃくちゃ安いです、はい、こちらシャワーとかはあるんですか。シャワー残念ながらないので。シャワーないんですね。まあ、でもなんか、はい、私仕事営業途中に公園に車止めて外走ることあるんですよ。でそこでやっぱ体拭いてこう着替えたりすると結構時間かかるんですけど、冷房の効いたところでこう着替えられるだけでも相当メリットありますよね。はい、ボディシートもあるので使ってください。45分990円、めちゃくちゃ皆さんお安いですよ。それで45分もトレーニングできないですからね、この中10分ぐらいやって本当着替えてやるだけでも、なかなかもう普段家帰って、ね、夜遅くて走れないって方は、藤沢周辺の方でも10分でもこれ違いますんで、私も多分定期的にちょっと思ってますんで、皆さんぜひ藤沢周辺の方来てください。それで、ね、またね、湘南ゴールデンエナジーもマラソンをね、再開していきたいなと思ってるんで、大会も皆さんぜひ一緒にね、藤沢とかで今エナジー販路拡大中なんで一緒に走れればと思います。ということで今日古屋敷さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。専用のジムは出始めてますけど、なかなかこういう総合的なパーソナルでこれ入れてるのって多くないですよ。そうですね、まあ、もちろんこのお仕事はダメだと思いますけど、半分は趣味のため、あ、トライアスロンのためで、はい、そうですよね、はい、なんかぜひ私もトライアスロンいつか出てみたいんで、全然バイクやってないんですけど、はい、なんかぜひご一緒できればと思います、はい、ぜひランナーさん、トライアスリート、あとサイクリストさん、募集してます。お待ちしてます、はい、詳しい詳細はこの詳細欄にリンク貼っておきます、お店の、はい。